患者さんの人生をより良くしたいっていうことで、特徴としては脳と神経ですね、その働きを良くして体の機能を高めるっていうことを目的に施術をしているっていうのが特徴になるかと思います。既存のですね、治療法だと脳からのその指令によるストレスだとか生活習慣病とかですね、病気に対して対応してないんですよね。できないので、この治療によって脳の治療から始めると症状が良くなってくるってことが結構あるんです。鏡にシールが貼ってあって、どれだけ自分が歪んでるかがすごい分かりやすくて、肩とかも高さが全然違うとか目で見て実感できる感じでした。痛みは全くなくて、本当に振動だけで、耳とか、あとは昔怪我したこめかみとかだったり、3、4箇所ぐらい振動をどん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 って当てるだけで、体中が動きが全然変わりました。終わった後に比較してもらったら全体的に上がってましたね。根本から直さなきゃいけないんだなっていうのが自分の目でしっかり実感できますね。安心して通えると思います。患者さんが体が変化されてきて、それを患者さんが自覚された時にこう体の歪みも消えてくるんですけど、それに伴ってこう表情とかも変わってこられたりするんですね。そういった体の変化を患者さん自身が感じ取って、それを我々に言ってくださった時ですね、その時には治療やっててよかったっていうのを感じますね。